家庭菜園ライフ、杉並で菜園をやってる高橋です。今日は2024年、じゃがいも栽培の開始のポイントについてご紹介していきます。皆さん明けましておめでとうございます。2024年も始まりまして、今年もよろしくお願いします。今年の目標としてはですね、土壌ですとか土壌栽培についてもう少し勉強していきたいなと思います。有機栽培をやっているとですね、やはり土壌細菌、土壌生物の役割というのは非常に重要だってことは最近徐々にこう分かってきてますので、土壌の知識をより深めていくような1年にしていきたいと思います。まだ1月というところですが、皆さん大好きなジャガイモの栽培は早いものでそろそろ始めていただきたい時期です。春ジャガイモは2月3月からスタートし、5、6月頃には収穫していきます。家庭菜園で人気のジャガイモの栽培をスタートしていきましょう。それでは行ってみましょう。それではまず品種選びの面からご紹介します。最近北海道の産地でも種芋不足が叫ばれており、良い種芋や珍しい品種を入手するのは少し難しいかもしれません。ホームセンターに行ってもなかなかお目当ての品種が手に入らない場合は、ぜひネットで購入してみてください。今回おすすめの品種を4つほどご紹介していきます。一つ目です。王道の男爵芋です。じゃがいも栽培に初めて挑戦するという方は、まずは男爵から挑戦してみてください。ホクホクとしてコロッケなどにも最適で、炒め物としても美味しく召し上がることができます。非常に育てやすい品種です。3月ぐらいに始めると6月ぐらいに収穫することができます。収量も多く、サイズも大きくなるので満足感が高いのが男爵です。2つ目です。メークインです。カレーやシチューなどに入れるとねっとりと美味しく、煮崩れしにくいので煮物などにも最適です。サイズ的にはあまり大きくならないことが多いのですが、シチューなどで使うには手頃なサイズに切って使うことができますので、小さいサイズでも重宝します。あともう一ついい点はですね、非常に形がですね綺麗な楕円形しているケースが多いので、料理の時なんか非常に皮が剥きやすいという利点もあります。今ご紹介した男爵とメークインはおなじみの品種だと思いますので、やはりこの2つは欠かせないので、初めて栽培される方にはぜひとも選んでいただきたい品種です。続いて3つ目です。インカの目覚めです。サイズ的にはピンポン玉ほどの小ぶりな芋ですが、非常に甘みが強く、素揚げにするだけでもかなり美味しいです。最近は非常に認知度も上がり、ホームセンターで購入するのもなかなか難しいかもしれません。すぐに完売してしまいますので、予約などをするのがおすすめです。栽培方法はほとんど変わりませんが、男爵メークインに比べると栽培期間は若干長いように思えます。小ぶりではありますが、コロコロといっぱい取れますので、ぜひやってみてください。最後はアンデスレッドです。こちらも最近知名度が高くなり人気のジャガイモです。見た目は真っ赤なジャガイモです。中は白い普通のジャガイモと変わりないのですが、通常のジャガイモよりはですね、栄養価が高く、どちらかといえばそのホクホク系のジャガイモになります。この品種はですね、非常に成長が早くて多産といいますか、大きな芋がですねたくさんつく傾向がありますので、春ジャガとしても非常に面白い品種だと思いますので、ぜひ試してみてください。それでは栽培のスケジュールを確認していきます。まず1月2月です。一つ目のやること、場所選びと品種選びです。先ほど品種をいろいろご紹介しましたが、何をどれだけ育てたいかを決めて、場所がどれくらい必要かというのを確認していきましょう。じゃがいもは株間が30センチぐらい、2畳上にする場合、上間は同じように30センチぐらい開けた方がよろしいでしょう。どれぐらいの畝の面積が必要か確認して準備をしていきましょう。栽培場所の条件としては、まず水はけが良く日当たりがいい場所を選んでいきましょう。じゃがいもはあまり水分は必要ありません。ジメジメと水はけが悪い場所ですと種芋が腐りやすいので注意してください。じゃがいもはナス科の野菜で、名前の通りナス、ピーマン、トマトと同じような仲間になります。ですのでナスを栽培していた場所や秋ジャガの栽培の場所は連作障害を気をつけるのであれば避けていただいた方がいいと思います。またアブラムシが原因でモザイク病などにかかりやすくなるので、できればアブラムシが多発した場所も避けるとよろしいでしょう。ということで今の条件を全て達成するというのは難しいかもしれませんが、最適な場所を選んでみてください。ジャガイモとトマトっていうのは非常にこう仲が悪くてですね、例えば
ジャガイモを植えてるその近くの畝にトマトの苗を植えたりすると非常に育ちが悪くなるという傾向があると思いますので、その畝に前作が何かとかの連作障害を起因するだけじゃなくて、その近くの畝ですね、そちらに例えばトマトなんかを植えるような場合には少しこう距離を置いた方がよろしいと思います。その辺も注意して畝の準備をしていきましょう。また種芋については、珍しいものを植える場合、いいものを手にしたい場合も同様に予約するといいと思います。これを1月2月にやっておきましょう。続いて2つ目です。土壌の準備を始めていきます。場所が決まりましたら、堆肥を投入して土作りをやっておきましょう。ジャガイモの場合、置き肥という方法で植えることができますので、最悪植える直前に肥料を加えれば完了です。土作りだけ 1,2 月にやっておきましょう。寒起こしをしたり天地返しをしたり、土壌改善は早めにやるようにしましょう。ジャガイモの土作りで石灰を必ず入れるという方もいらっしゃいますが、ジャガイモの場合は pH 値が 5.5 から6ぐらいが最適です。逆にアルカリによってしまうと生育が悪かったり草加病にかかってしまうことがあります。 pH 値を測ってあえて石灰を入れないなど調整してみてください。すでに6近くの pH がある方は、それ以上上がるのが心配であればカルシウム部分が少ない肥料を使うようにしましょう。例えば米ぬかやぼかし肥料、残砂で作った堆肥なども有効です。まずは pH 値を確認することを忘れずにやってみてください。 pH 測定にはコツがあります。まず土を濡らして測定器と土をしっかりと密着させることです。これをやらないと正しい値が出ないことがあります。測定している場所の土をしっかりと押して測定部分と密着させたら、必ず数分間置いて測定するようにしてください。それを何箇所かやることによって正確に近い値を目指すことができます。やってみてください。続いて2月後半のスケジュールです。2月後半から3月中旬にはジャガイモの植え付けをスタートしていきましょう。種芋を調達したら芽出しをして植え付けを行いましょう。植え方はいろいろと種類がありますが、またその時期になったらご紹介させていただきます。3月後半から4月にかけては芽かきをしていきます。芽かきをすると葉に養分が使われずに大きな芋がたくさん取れるようになります。最後4月5月はほとんど芽かき後は作業はありませんが、4月5月はアブラムシの撃退をしていきましょう。アブラムシは冒頭でも申し上げましたが、モザイク病の原因になります。見つけ次第撃退するようにしてください。5月6月に入りまして収穫になるので、遅れずに収穫していきましょう。今日はジャガイモの2024年の栽培スケジュールについてご紹介しました。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。